本当の話、そう本当の話で、はい、俺はホスト始めるきっかけになったのは、15歳、地元で悪いことしすぎて入れなくなって、未成年でも働けるホストクラブを探して地元から出て行った大阪は、10年前、約11年前ぐらい、23年5歳6歳、このお店のスタートをした。僕ともう一人いるんやけど、二人のメンバーで始めた。運営法を取らないといけなかったりとか、ここの高さが1メートル以上じゃダメとか、いろんなあの警察とか行政の人間にチェックしに来てもらわないといけない。それは専門の人にお金を払って間入ってやってもらう。で警察が見に来て、ほんまのこと書いてんな、 OK やなってなったら、ここでいつから営業していいよっていう、全部こういう契約内装全部合わせて、8000万ぐらい。一番最初はそうやね、2人やったね。このお店じゃないけど、この店2人でオープンできないけど5人ぐらいは聞くけど2人わからないね。と平均的には10人ぐらい、多いところになると、まあ、30から40人ぐらい、で一番多いところで、まあ、50人から60人ぐらい。面接の基準、面接の基準はやっぱ顔顔、スタイル、そういうところ。あとは、今の状態はこれでも、だから先手を加えることによって、もっとかっこよくなりそうと思えば、OK。 あります、分かってない、まあ、初めての人が来たら、まあ、そういう人は、お酒の作り方であったりとか、この灰皿を置く位置であったりとか、おしぼりの渡し方であったりとか、まあ、そういう基礎的なこと、まあ、あのホストクラブで、まあ、テーブルマナーっていう呼ばれてるんですけど、まあ、そのテーブルマナーの講習があったりとか、と、まあ、お客様にあの年齢聞いちゃダメとか、仕事は何してるのとかって聞いちゃダメとかあの初対面やったらね、新人の子が喋ることがないからって言って、はい、そういうこと喋るのはダメ、仲良くなったらいいと思う、敬語で喋れっていうことであったりとか、はい、まあ、連絡先すぐに聞いちゃダメとか、高いから、だからサービスの部分にあの力を入れなさいっていうふうに言ってるから、失礼な対応ないことをまず第一に、仲良くなったら失礼なことしてるけどお金好き、女性好き、お酒好き、遊ぶの好き、っていうのはホスト合ってる。まあ、全体から言えば全然少ない。本当に日本の男性がなるパーセント未満やと思う。一つの学校、まあ、200人、300人ぐらいいて、まあ、その学校から、まあ、多分一人出るか出ないか。例えば中学校とかがあって、中学校卒業して、まあ、高校大学行く人、卒業して仕事する人、でその仕事する人の中からホストになる人、多分300人ぐらいで1人いたら、まあ多い方じゃないかな。ホストになって変わったことは、普段はお金の収入でやっぱり変わってきちゃった。人生観って質問ちょっと難しいかもしれんな。価値観っていうのは、まあ、基準がやっぱり、あの一般の社会と違うから、やっぱり普通の人からしたら女性からお金もらう、でも僕らの価値観では全然そんな風には思ってなくて、無理やりお金取ったら悪いけど、お客さんがその金額で納得して購入していただいてるっていう感覚やから、普通の人とは話合わない。そういうの分かってくれる人じゃないと話が合わないですね。だよね。儲けれる、儲けれる。人によって、違うけど、1ヶ月で、ここで出た最高は1800万。歩合だけ。あ、歩合だけ？時給ないですか？時給ない。一番最初ホスト始めたら、売上ゼロ。お客さんいないからだって。もうお金いるやん。お金いるから、最低保証金額っていうのがあって、それは日当5000円、1日5000円。呼ばなくても、一番下は1日5000円。ちょっとお客さん呼んだら、それが1日7000円になったりとか、1日9000円ぐらいまで上がっていって、で、そこからはもう歩合。売上の何パーセント。その売上もどん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 上がっていくことによって、じゃあ 50% やったのが、最大 70% になったりとか。お酒と、あとはまあ、場代。ここの席とかやったら、フリータイムで、1万円。フリータイムはオープンからラストまで行っても1万円。
1時間だけおるっていう人やったら3000円とか、指名もらったら3000円、はい、それはもう1回だけ、はあはあ、うん、そういうお金とお酒の利益の割合で言ったら、お酒の利益が 90% ぐらいあるかな、全体のそういうお金、指名料金、はい、セット料金とか、はい、それは目に見えないお金やんか、何もだって渡してないから、でもお酒は実際物を渡して、でそれも数字になるから、それとお酒とそういう目に見えないお金を足した分が1ヶ月の売り上げ、お酒じゃないとだってお金取れない、あれ1時間50枚買う辛いお客さん、あ、辛いお客さんいますね。他にも例えばお客さんがいたとして、でちょっと待っといてねと、うん、ちょっと席外れたら、もうそこで怒り出しちゃう、帰っちゃう、うん、ほんで帰ってめっちゃ電話してくる、電話出なかったら来て写真送ってくるとかごめんら楽しく遊んでくれる人もいれば、やっぱり、まあ、あのそういう風に遊んじゃう人もいるし、うん、やっぱ大金使ってるから、うん、毎月大金使ってて、はい、思い通りにならなかったら、はい、うん、手首切った写真送ってきて、はい、電話もせえへんかったら、お前心配してないんかと、もう行かへんとか若い人も来るし、はい、年齢層が高い方も来る。でも割合で言ったら、うちの店やったら20代が一番多いね、その次は30代、はい、うん、で30代以上の方はもちらほら来る、40、50の人、うん、もう少ない、あ、うん、あ、やりたくないと思う人がいて、はい、でもその人、あのお金使ってるかどうかやね。風俗の方も多いし、はい、キャバクラの方とかも多いし、はい、あとは、まあ、あの仕事をせずに、はい、パパ活、うん、パパ活の方も多いし、はい、うん、はい、どこどこの会社の社長さんの娘みたいな、そういう人もたまにいる。あとは、まあ、経営者の方もちらほらいたりとか、うん、まあ、不動産所得得てる方がいたりとか、いろいろなお客さんいます。だからまあ一概にまあそういうなんか風俗の子たちが行く場所イメージ持たれてるの多いと思うんですけど、そんなことばかりではない。スタッフ同士あるある、やっぱりお酒飲んでて、で忙しいから気が張ってる、うん、あっち行ったりこっち行ったりとか、はい、あれ考えたりこれ考えたりとかしながら、はい、チームワークうまく取れない時、はい、うん、ちょっとあれ頼むなって言ってんのに、はい、まだみたいな、ふざけんなよっていうので、はい、で相手も酔っ払ってたら、はい、何がですかみたいなことになったら、はい、ドンってなったりとか、はい、うん、今はあの少ないと思うけど、はい、昔はもうそんなもここでこんなに高かわいいなって思ったら、はい、しちゃう時もあるし、うん、お金使ってなくてもって時もあるし、はい、あとはやっぱ、まあ、あの仕事の流れで、はい、まあ、そろそろそういう風にしとかないと、はい、これから先もうちょっと来てくれないかなみたいな、もうお客さん切れちゃうかなって思った時にそういうことしたりとか、はい、あとはまあお金、あ、うん、このお客さんは枕求めてて、はい、でもお金使ってくれるから、はい、やらんくなったらお金使ってくれへんっていう条件やったらやる。まあ、あのその口じゃないけど、はい、態度とか行動で、キャッチね、はい、あ、キャッチは、うちの店自体は、してなくて、新しいお客さんいくらでも来るから、はい、うん、もうずっと勝手に来てくれるから、はい、だからキャッチ外に出てるホストの人らはその店新しいお客さん来ない店やない、店で待っててもお客さん来てくれへんから、はあはあ、外出て声かけてる店、忙しい店とか流行ってる店はしてない、はい、小さいお店、うん、まだ有名じゃないお店とか、はい、そういうお店がそういうことしないとダメ。昔はそんなお店じゃなかったし、はい、僕もホスト始めて最初にやった仕事がキャッチやったし、はい、毎日キャッチしに出てたし、はいはい、それは普通でしたね。1日、まあ、200人ぐらいは声かけて、はい、それでまあ1人か2人連れて帰れればいい、だいたい100分の1やぞっていうふうに教えられてて、で実際にはそれぐらい。でも何も原価かからないから、あ、何してるんですか暇っつってだから99人は無視、はあはあ、うざいとか、イヤホン起動ずっとして歩かれたりとか、うん、でもこうやって見てくれたりとか喋ったりとかしたら、はい、ちょっと1時間だけ来てくれへんみたいな、まあ、ホストっていうのはすぐ分かるから、はあはあ、ホストにキャッチされてるっていうのは、はあはあ、うん、でも、やっぱ水商売っぽい人、うん、
重症倍っぽい人で暇そうな人は行くべきやね。逆に今急いでる人とか、はい、昼の仕事やってる人とかっていうのは成功率は低い。上手な人っていて、そのキャッチに優れてる人とかも誰でも行く。場数が多い人が強いね。そう、選んでる人は、はい、できない理由も選んじゃうから、はい、うん、だから成功率は下げてる。おー、悪いこと、まあ、悪いかどうか分からんけど、その前に悪いことをされてるから、はい、悪いこと仕返しちゃうみたいな。だから例えば、つけで、うん、飲んでて、うん、月末にお金払う約束で、まあ、その日になって連絡がつかなくなっちゃって、うん、ホストがその飲み代を会社に払わないとダメなんですよ。その人はただ飲みされて、うん、逃げられて、むかつく、まあ、家行って、うん、親からお金も、まあ、その女性逃げられてるから、うん、まあ、いろいろあったことを説明したりとか、うん、あとまあそういうのでも、まあ、親が関係ないからって言った時は特別な仕事に、うん、昔は多かったと思う。今はこのお店ではそういう風にならないようにしてるけど、はいはい、でも俺ら警察怖いから会社でやってるからもう税金も払ってるし、うん、そんないつ潰れてもいいと思ってやってないから、そういうトラブルになったら嫌やから、お客さんも納得の金額でしか、うん、そのぼったくりはしない。そのホストとホストの間の時間、この間はお金もらってご飯作ってもらってた日も、まあ、家住まわせてもらって、はい、自分何もお金使わずに、はい、まあ、楽して生活はさせてもらった。毎月とかじゃない、毎日暇やから暇やからパチンコ行くから金をくれとそう、暇を専門で食ってる人らもいるけど、でもその人らは別に お金を稼ぎたいとか、はい、そういうのじゃなくて仕事をせずに生活がしたいだけ、はい、うん、だから俺の暇とはまた違う。俺は今暇やからで次のことが決まるまでの間、はい、今やから俺の面倒見てなみたいな、だから店始まったらまたお客さんで来てもらう仕事、はい、あ、でも今はもう新しいお客さんとか基本的に取ってなくて、28歳ぐらいで新しいお客さんと出会うのはやめた、うん、もうそれは自分のスタッフたちに一人でも多く、うん、お客さん行ってもらった方が、僕がそこで取って新しいお客さん対応してもらってたら、はい、僕はめっちゃ儲かるんだって自分の店やから。他の人羨ましいやん、あ、うん、社長いいお客さん自分で取っていって、はい、で売り上げ 100% 入っててって思われるのが嫌やから、そうやったら誰か選んでもらってお店にもいくらか入るし、その子も稼げるお店やってなるから、やっぱ男の子集まってくるからやってみたら、いやよくね俺は、結婚してるけど、はい、元々はお客さんと結婚した。お客さんと結婚するホストは結構多い。全然珍しくないと思う。気にしないというか、まあ、人によると思うけど、まあ、嫌やったと思う、もちろん嫌やったと思うけど、まあ、自分の最大のスキルがホストやったから、その当時、あ、お客さんとの恋愛でダメになるホストもいっぱいいる。お客さんがね、恋愛しちゃって、うん、お客さんじゃなくなっちゃって、うん、で辞めてほしいって言われて、うん、辞めちゃう人もいる。ホストが辞めちゃう時の理由として、まあ、それ大きい一つ、もう一つは借金、もう一つはもうギャンブル。でもまあ夢を持ってね、すごい稼げる仕事でもあるから、うん、だって今の日本人の男性、はい、特別なスキルなくて、はい、1ヶ月に給料100万円、うん、稼ぐだけでもすごい難しいと思う。100万円は別にうちでは高い給料じゃないから、はい、200万、300万、500万稼ぐやつもいるわけやから、毎月のように、はい、うん、って考えるとやっぱすごい夢ある仕事、スポーツ選手とかと同じような仕事やと思うから、はい、うん、だからまあそういう女でおかしくなっちゃうとか、はいはいはい、薬とかギャンブルでおかしくなっちゃうのを見ると、はい、なんかすごい残念な気持ちになる。そういう、まあそれ人生観っていうのになるんかな。そういうのはこの業界で、うん、見てきたことの一つかもしれないですね。